神奈川きろ文、ん、かながきろぶん、かながき1829年2月9日、文政12年1月6日から1894年、明治27年11月8日は、江戸末期から明治諸島にかけての下作者、新聞記者、江戸の京橋生まれ、本名は、野崎文造、字は、能連、陽明健吉、また倉七、後に文造と改めた。別号に、 生倉亭、猫同人、妙妙同人、和道開人花房路分、下作所太郎、麦爪案。配合は、皇帝、大いじ、京名は、社月創書家。京橋の槍屋町に生まれる。魚屋を営む父、野崎佐地は、星窓火事場という号を持ち俳句や教科を好み、文造も、気分や小説を好んで育った。大きな昇華のデッとなったが、 人相美に小説家になれば出世すると言われ、18の年に花笠ロスケ文教の弟子となる。1849年、嘉永2年19歳の時に、ナビロメのすりもの、名門名赤本、名を聞いて、表絵本を書き、それに、先輩の文人や芝居作家に三女の俳句や短歌を書いてもらったが、最後に、当時82歳の滝沢馬琴に頼んで、 味噌揚げて作り上手になりたくば、世によく嬉しい甘口ぞ、よしちゅう歌を贈られた。自作の執筆の他に、先輩の仕事の手伝い様々などをこなし、生活のために小道具屋を営み、黒ボタンという岩薬の販売も行った。1855年に安政の大地震で生き埋めになりかけたが、三河屋鉄五郎という版元から地震に関わる安政見分子の執筆を重量で持ちかけられ、 経済営星の弟子の秀俊氏が見て回った様子を、ブ文が、書手、原稿料を二人で切半した。当時の講演者には、榎本宗介、高野良桜県、豪商の勝田菊、津東高位三人などがいた。同じ高位三人の取り巻きである、城野再陸、山山帝友人、川竹新七、木網、瀬川助光、落合義幾、企格堂必殺幾らとも親しくした。 巻物の草草草や国慶本数十を表し、安政年間にはなおなし、1860年、万円元年実編者19流の作品、国慶富士参り、江戸栗木は出世作となった。筆名は初め、花房、または、生倉邸としていたが、1873年、明治六年に、金垣露文とした。死の露と文の字を取って、露文、金垣は、 竜亭種彦の、小本生三編、当年積雪二郎表紙の登場人物、赤本入道金垣による、歌川報告による、入道の挿絵とロブ文の顔とが似ていたため、山々亭友人たちと三大話のグループ、水京連を結成し、作品でも、落語から取ってきた笑いを使っている。明治になって、実編者19の、東海道中日繰毛をもじって、 国慶本の手法で、福沢諭吉、西洋旅案内、世界国人を種本にした、西洋道中膝繰りげ、続いて当時牛屋と呼ばれたすき焼きの店を中心に、当時の風物描いた、あぐら鍋を描く。八県伝を小型読み本に引き直した、金読八県伝、福沢の科学入門書、九里ウリ使いをもじった、九里ウリ遣い、ゆうリ遣い、さらに、 福沢をもとにして西洋料理通、世界、宮古寺などを執筆。明治維新によって江戸以来の下作文芸に批判的な風潮が生まれる。中でプロの小説家として活動した数人のうちの一人となる。その後も江戸式合館で松飾り徳若丹などを出版。1872年、明治5年に京武将から三条の教権が出され、愛国や 実学思考を小説で表現するようにと命じられると、上の歳肉と共に、著作度を書き上げと称する文書を提出した。この頃、下作本は新聞にとって変わられるようになり、1873年に横浜に移って、神奈川県庁に月給20円で勤める。並行して、横浜毎日新聞に寄稿していたが、1874年に県庁を辞めて、 横浜毎日社員の雑報記者となり、翌年に読売新聞やひらがなり新聞と同じように庶民向けの新聞として、自ら金読み新聞を創刊。その後書し、磯部屋などを資本主として東京に移した。芸儀の内幕についての記事、猫気分が喜ばれ、新聞で劇票を載せたことの講師でもあった。ひらがな中心の紙面は、 後の交互大新聞の先駆けとなった。ロブンの続きものは、花も竜女ほころび、花ごろも柳の糸のほころび、夜嵐をい花あだ夢、夜嵐起きぬ花のあだ夢などの実証説となり、差し絵は、少女帝京祭を名乗った、川鍋京祭が描いていた。1879年に、高橋おでんの死刑があり、ロブンはこれを実話小説、高橋おでんの話と題して、金読みに連載し、 高橋屋でによる破綻として刊行した。ついで、いろは新聞社長。1884年、京新聞総監視主筆となる。晩年は、幹物孤児と合して、古仏像や仏具を収集して、骨董にも監視祈願を持ち、またしばしば昭和会を催して、収入を得た。1890年に、分団隊員の名納め会を開き、所蔵する書が、骨董。 書簡当選点を来会者に配った。その後は、土ドドイツの選者をしたり、教科や民謡を作る弟子の集まり、色晴れを、下作者など四十七人で組織。劇痛で、歌舞伎新報でも、記事を執筆した。酒は少しで、甘いものも食べず、うなぎ、天ぷら、ももんじやのしし肉が好物。芸劇を、猫、九代目、市川團十郎を、ダンス、新刺激を、 活歴と呼ぶ、名付け親でもある。1894年没、改名は、仏骨安独露草文庫寺、谷中の永久寺に葬られた。門人に、二世、花笠文京、渡辺義恵、西霞園、流行、広岡豊大郎、五長園若名、若菜定、乱昌亭花時、三浦義恵、二世一筆安家公、富田一郎、野尾崎佐分、 斎藤緑外で、当時の新聞小説家は大きくこの金垣派と、竜帝谷彦の門流の竜帝派に二分されていた。野崎佐分の書いた電気、金保護、列伝体小説誌書集がある。現在のチラシダイレクトメールにあたる、引き札の広告文案、キャッチコピーを1万枚以上書いたことでも知られ、若い頃は、暗文厚来書の看板を掲げていた。また、 ロブンチンポ、さらに絵師の川鍋教祭と組んで絵新聞日本地という日本初の漫画雑誌を刊行した。教祭はロブンのあぐら鍋の挿絵も描いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。